ESFJ、はい、プロバイダーは他者の生活の必需品を、まあ、プロバイド提供するという行為である。 ESFJ は他者にその提供すること、奉仕することを喜びとし、他の人が物に恵まれグループの一員であることを確認するために努力しますと。これらのプロバイダーは必要な人々の身体的な健康と福祉を手配する責任を負い、また全てのガーディアンの中で最も社交的であり、したがって学校、教会、社交クラブ、市民団体など確立された機関の偉大な育成者ですと。どこへ行ってもプロバイダーは ESFJ ですね。社会的な貢献者の役割を果たし、他者のニーズが満たされ、伝統が支持され、発展し、社会的な機能が成功するよう、喜んで時間とエネルギーを提供しますと。プラトンのガーディアン。プラトンが言う、この守護者っていうところですね。あとはアリストテレスが言う、プロリエタリー。はい。カタカナ弱くて。っていう、この、まあ、ガーディアンの中で ESFJ は別に、まあ、他の4つのタイプとは基本変わりませんが、この全てのガーディアン SJ と同様に、彼らは目標を具体的に伝え協力して実現しようとします。商業に興味を持ち、道徳に没頭し、物質との交流が得意です。方針は、まあ、昨日過去ですね。彼らは常に何かを懸念しています、はい、このプロバイダーは非常に幅広い人口、約 10% 以上を占めています。これらは私たちにとって非常に幸運なことですと。 ESFJ が多いっていうのは、なぜなら協力と社会的な促進が彼らの本質の鍵だからですと。天然の所有者である ESFJ は彼らの助手たちの間でチームワークを維持するのが得意であり、商品やサービスの手配の詳細に忍耐強く注意を払っていますと。彼らは宴会、物品の販売、チャリティのイベントの責任者としてとても優れていますと。また彼らは司会者としても一級品であり、他者に簡単かつ自信を持ってアプローチし、誰が何をしているかを理解しているように見えます。そして彼らは優れたホスト、ホステスであり、人の名前を覚えることができます。通常1回の紹介でそれができると。常にゲストのニーズを気にし、すべての人が参加し、その彼らに提供したいと思っています。これらの表現豊かな、このコンサバートールは、このコンサバートールはちょっと調べても分かんなかったんですけど、はい、この人、ESFJ は、人懐っこくおしゃべりであり、人々から孤立すると不安になることがあります。見知らぬ人とでも、飛行機の中、食料品店の行列、病院の待合所でさえ、彼らは会話を始め、心地よく任意の具体的なトピックで談笑することができます。すべてのガーディアンと同様に、彼らはある種の自由な連想を追い求め、天気からスポーツ、食べ物、物の値段など、さまざまなテーマに跳ね回りますと、話題が。さらに ESFJ はセレブリティだけでなく、友人や隣人に関するゴシップに魅了されていますと。地元のコミュニティ、学校、教会で何が起こっているのかを知りたい場合、彼らは喜んでその詳細を教えてくれるでしょうと。なんか僕ここっぽいんですよね。なんかね、量産型でそうですかね、量産型なんですよ、はい、基本は、まあ、みんな量産型ですけど、ね、で群れたいんですよ群れてたいんですよ、多分、はいはい、でもそうじゃない日もありますよね、うん、どっちなんでしょう、しかし自分は権威を振りかざさない組織のための人って感じですね。だからまあありがとうなんでしょうね。まあ多分そうだと思います。プロバイダー、この提供する人ですね、は想像上の事柄よりも観察可能な事柄を気にする傾向がありますと。彼らは人々の生活の出来事や問題に気づき、それについて話すことを好むでしょうと。しかし対話が哲学的または科学的な抽象概念に転じると、彼らは不安定になるかもしれませんと。人類学、認識論、心理学、社会学、神学などどのような
抽象的な問題について、まあ、この試作すること、考えることは、彼らの興味を刺激するのでなく、理想主義者や合理主義者のようにしますと。それどころか ESFJ は、抽象的な問題に関しては、認められた権威の意見を聞き、公式に認められた見解を自分の意見や態度の源として頼りがちですと。この辺なんかわかるんですよね。プロバイダーにとって社会的な伝統は重要であり、彼らの会話はしばしば昔ながらの良い日々の過去の経験を懐かしく語り合う方向に流れます。同時に ESFJ は他の人に対して未来が暗くなることを予測し、悲観的な傾向を示すことで余分な緊張を引き起こすことがあります。彼らは最悪の事態が引き起こるという恐れをコントロールする必要がありますと。この辺はすごいピンとくるんですけどね。はいはい。 SFJ、 ESFJ なら、 ESFJ なら、はい、SJ ガーディアンの断固とした厳しさは欠けてるなとは思うんですけど、はい、この辺のふわっとした感じ、プロバイダー的な、そうそう、何かを与えたいけど、はい、難しい話になると、はい、この本が言ってる、はい、僕は言ってない本が言ってる、はい、文句言ってきた、本に言えよ、はい、じゃあお前本書けやそこまで言うならよ、はい、リソさんが言ってんだよ、はい、権威、権威です、はい、っていうのはすごいわかるんですよね。ただなんかその会話が面白ければ、はい、面白いねに、はいはい、この辺まで人間って複雑ですよね、うん、この辺なんかタイプを決めれる人はすごいと思います、はいはい、日本で生きやすいのは ESFJ だと思いますと。まあ、世界でもじゃないですか。違うんだと。何が違う？みんなだって生きやすいように自分のタイプをやってるわけですよね、はい、あ、そっか、うん、でこの、まあ、今の説明を見ると、はい、社会に溶け込もうとする人たちってわけじゃないですか。じゃあみんなも溶け込もうとすればいいじゃないか。でちょっとえなりきゅん風でしたけど溶け込みたくないって言ってるわけですよね。他の NT とか NF とか尾崎豊みたいにね、はいはいはい、で生きづらいって言ってるわけじゃないですか。鉄を食う、俺は鉄を食うんだって言ってますね、はいはい、だからまあ多分どこの世界でも生きやすいんじゃないですか。どんな世界でも生きやすいんじゃないですか。生きやすいって気持ちが、じゃあ周りから見ればでしょ。周りから見れば生きやすそうだねと思ってるんですよね。まあ本人もじゃないですか。こだわそんな周りに合わせとけばいい、本が言ってるんだからって、で、まあ、社長が言ってんだからみたいな話じゃないですか。俺じゃんそれみたいな、合わせられれば。会社に文句があるんだったらさ、はい、やめにはいいじゃんって思うんですよ、はい、で、まあ、苦しい、それで苦しいとすると給料、現実的なところですよね、はい、多分。ごめんなさいね、こういうのすごい叩かれるんですよ、はい、こういうやつがいるからって、はい、違うと。すいません。そう、隊長が言ったのはこのことですよね。 ESFJ はむしろパシリ止まりではっていう、はい、反面ですよね。反面です。生きやすい、はい、はい、で、まあそこでいいって言ってるわけじゃないですか。そうですね、はい、はい、俺が社長ねみたいなまでは考えてない。まあちょっと上には出世したいぐらいは思ってるかもしれないけど、 NT みたいな、俺が世界を変えるんだ、社会を変えるんだみたいな、システムを変えるんだみたいなことは思ってない。おっしゃる通りです、はい、多分ね。ピンキーさんは16のやつで INTJ だったが、はい、今日のタイプからは理解を得づらいと思っていますと。はい、 SJ、 SJ さん、はい、でも社会動かしてるの SJ さんですもんね、はい、NT 的に何かを変えたいと思ったら、はい、このガーディアンたちの牙城を崩すのか、はい、説得するのかしないと、はい、なかなか難しいですよね。組織の一員としては働きやすい感じだと、はい、合わせてばっかりで生きてきたから、合わせてばっかり生きたら私は生きづらい、はい、そういうことですよね。自分が生きやすいようにやってるよってことですよね、はい、自分に合った環境が重要。確かにそれはそうですね。で、合わせろって社会じゃない、社会ってそういうもんじゃないですか。社会どこ行ってもそうです、はいはい、だから SJ が行きやすいじゃないかみたいな話じゃないですか。どこ合わせるのなんか、なんで合わせたらいいじゃんって気持ちはわかりますよ、ね、でも、はい、あ、まあ、SP 的にはそうですよね。多分 SP 的にもそうですよ。
ね、別にバレなきゃいいんでしょって。そうそう、破るときは破ればいい。バレなきゃいいんだもん。バレなきゃいいんだもん。このプロバイダー、この ESFJ は非常に感受性が高く、感情的な反応を表現することに一切戸惑いがありませんと。それに躊躇しないと、うん、彼らは素早く好き嫌いをし、尊敬するものや誰かを神聖視し、まあ、神のように見てですね、はいはい、嫌いなものや人物には厳しく接する傾向があります、はい、外見に敏感で他者の意見に対して非常に真剣に受け止め、自分でその受け入れることができる可能性があるものは他人の意見を重視しますと。この辺はもう NT さん全くわけわからんでしょうね、はい、彼らは個人的な批評に押しつぶされることがあり、他者から自分自身と他者に提供する豊富なサービスの両方に対して評価されるときにのみ効果的に機能しますと。まあ、褒められると伸びるって言ってるんですかね、これは。このまあ個人的に批判されるのが苦手だって話じゃないですか。で、お前はどう思ってんだみたいなことを言われると、本が言ってんだよみたいな、社長の指示だから、会社のルールだからみたいな、社会みたいなのには合わせられるけど、お前は、じゃあお前はって言われると困るみたいな、苦しいみたいな感じじゃないですか。頑張れ、ESFJ は必要とされることを求め、彼ら自身がそれに値すると確信するために多くのエネルギーを費やすかもしれませんと。無視されたり優しく扱われないと彼らは意気消沈する可能性があり、彼らの機関や関係に何か問題がある場合でも責任を取りがちですと。いらん責任まで負うってことですかね、はい、会社とかが悪いのに、はい、私が悪いんです、はい、そんな、この辺も本当損ですよね、うん、黙っときゃいいのに。でもわかる。でもそうすることで、はい、組織から認められるって思ってるんですよ。順法精神ですよ、はいはい、でやればこう組織からもう責任取ってくれる。国のために俺は死ねるなんです、はいはい、じゃあ上二階級特進そんな感じなのかなと思います。はい、職業の選択においてこのプロバイダー ESFJ はサービス関連の職業に傾くことがありますと。彼らは非常に愉快で社交的な性格を持っており、それが彼らを絶対的に最高の営業担当者にし、定期的にセールスコンテストで優勝するだけでなく、組織内の任意のセールスグループでこのなんかいいところを獲得しますと。営業取引で働く ESFJ の観察は、このタイプが販売を個人的にする方法を示しています。彼らは顧客の福祉に明らかであり、誠実に顧客に関心を寄せており、そのため顧客は単に製品を購入するだけでなく、この ESFJ さんプロバイダーから個人的に購入してるんだよって感じていると。この同じ特性が彼らを教師、聖職者、コーチなど多くの人と関わりのある仕事で、そこの気質が優れたものにしています。ESFJ は上司に対して自由にならないことは滅多にありません。自由競争の自由なんか、まあ、上司にとってなんかまあ栄養になるっていうか、まあ支えてるっていうことなんでしょうね。はい。なぜなら彼らは義務と奉仕に重点を置き、規則と規定を尊重し守るからですと。誠実で秩序正しく、雇用主に忠実であり、貴重な個人秘書やオフィスの受付係として優れていますと。なるほど。ESFJ は組織に自然と馴染めるのかな、はてなと思ってましたと、はい、好き嫌いの感情、ま、あの合わせなきゃとは思ってますよね、はいはい、好き嫌いはあるでしょうけど、うん、入ってから合わせなきゃいけないとは思ってると思います。なんでこんな僕 ESFJ なんて喋ってるのESFJ なのかな、自分の意見はないのかしら。間違いが怖いんだと思います。そのまあ組織に認められたいわけじゃないですか、自分の考え、俺はこう思うってよりも組織に認められて、組織がどう思うかだから、そうだったと思ってます、はい、
でなくはないと思うけど、そんな大したことないと思ってるんじゃないですか、はい、自分の考えは、ね、自分の考えなんて、はい、組織に合わせてこの人に評価もらう、上司に認められることの方がずっと大切だと思ってるだと思います、はい、頑張れ本当 USFJ 頑張れ、まあ、別に悪くはないと思いますよ。そうですね、はい、このプロバイダーさん SJESFJ さんですねは家族編ですね。この ESFJ は家族の生計を物質的かつ道徳的な意味で真剣に受け止めています。彼らは安定した安全な家、良い食事、素敵な服、そして財産の蓄積をプロバイダー提供しますと。しかし同時に家庭の責任についても誠実で、家の中では秩序を重視し、他の家族のメンバーも同様であることを望みますと。明確なすべきこと、すべきでないことを備えたい強い価値観を持ち、これらの価値観に家族が従うことを期待しています。プロバイダーは家族の意思決定を素早く無駄な騒ぎなしに解決したいと考えており、家族の生活を定期的かつ正確に計画し実行されることを望んでいます。彼らは日常の運用に対しては反抗せず、伝統的な家庭と暖炉の価値観に、尽くしており、すべてのタイプの中で最もこの家族とかに感情移入がありますと。そしてプロバイダーは子どもたちにはまた献身的で、彼らの身体的な幸福のために必要なすべてを得るために犠牲を払いますと。時折雇用したもの、いわ雇ったもの、はい、とかはもう家族の一部とみなされ、自分の子供たちがの行動が自分の子供たちの行動が親としての彼らに反映されると考えることがあります。ちょっと分かりにくくてすみません。まあ、家族みたいな感じなんですか。従業員は子供みたいなもんで、まあそういうことですね、はい、でまたまあこの行動が反映されるって考えてるってことですね、うん、自分の行動が子供たちに、はい、もし子供たちが礼儀正しく生産的であればプロバイダー ESFJ はそれを誇りに思いますと。だって自分の行動なんだ、うん、自分の行動が影響を与えた、影響を与えたから、はい、しかしもし子供たちが騒がしかったり感謝の念が足りない場合、プロバイダーの親は恥ずかしさを感じ批判的になり、子供たちに社交の場での礼儀や感謝の意識を植え付けようとします。子供時代にはプロバイダー ESFJ は通常自分の両親を尊敬し崇拝し、学校では反応が良く上旬な生徒ですと。ここまでしっかりしてないんですよね、やっぱりまあ、NF と迷ってますからね。気持ちはね、でもすごい分かります、はい、うん、まあ、NF の時にどう思うかですよね、きっと。そうですね、ちょっとこの辺は要観察なんですけど、はい、相手の意思とかニーズを汲み取れるか否かも営業は大きいですよね、はい、まあ、また相手のニーズになるとそれが過剰だったりしますからね。これやる、求めるものがこれやらされるみたいな、はいはいはい、やった方が喜ぶけどさ、難しいとこですね、うん、まあでも SJ はできそうな気もしますよね。お客さんが言ってんだったら、まあお金と釣り合いがあると思いますけど、はい、でもまあセールスって、はい、多分 F 要素も必要だと思うんですよね。そうですね、相手を気持ちよくさせる要素とうまく説得する要素っていうか納得させる要素両方いると思うんですよ、うん、難しいです、ね、だから難しいんだと思うんですよね。でもまあ僕保険の営業してた大変でした、大変でしたよ。こんなのをこう計算してどっちが得かって判断するだけじゃんって思うじゃないですか。あ、もうバカンされてる、バカンされてる、 それを言わないですよ、はい、だからそれを説明すればみんなこんな損してる保険入ってるこっちの方が絶対得だよねみたいなのが計算したら分かるよねって思うわけじゃないですか、はい、こんなん余裕で売れるじゃんって言ってそれを説明してもいやでもみたいな何々さんと何年の付き合いがあるからみたいなことを言うんで、あ、まあ、ダメだなと思って撤退はい